ワボイスオプさん。こんにちは、ワボイスオリノです。今回皆様に紹介するのは、プサンに行ったらこれを食べようです。今回私はワボイスの中でも有名なあのももかさんが泣いた貝焼きピンク芋のお店を紹介しようと思います。お店の名前はセジンサテクというお店です。このお店はですね、ワボイスの中でももう2回取り上げられているお店です。一番最初はももかさんとヒョンジンさんと社長で、約3年前に隠れた名所だけど来ないでということで撮影をしていました。ワボイスファミリーの方も来られた方は多いんじゃないかなと思っています。私ももうここは3回ぐらい行きましたが、やっぱりプサンで貝焼きといえばここでしょうというぐらい味も美味しいですし、おすすめです。そしてピンク芋が本当に何より欲しいです。ちなみに2人で行くより4人ぐらいで行く方が量もぴったりでおすすめです。私が大好きな生きたタコも食べれます。場所的に少し行き方が難しいかもしれませんが、ワボイスの動画を参考にぜひ行ってみてください。貝焼きのついでに3度も旅行して素敵なプサン旅になることを祈っています。それではプサンでお待ちしております。バイバーイ、リノでした。今回私が紹介するのは京山道地方の郷土料理で、釜山の周辺でよく食べられる人気の韓国料理テジクッパをご紹介します。もう皆さんすでにご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、私が韓国料理の中で一番好きな食べ物がこのテジクッパになります。韓国に住んでた時に週末お休みがある時には絶対このテジクッパを食べてたんじゃないかっていうぐらい本当に本当に大好きだったんですよね。このテジクッパプのテジは豚という意味があって、クッパプはスープとご飯という意味を表しています。直訳すると豚のスープご飯になるんですけど、時間をかけて煮込んだ豚骨スープに柔らかく茹でた豚肉がホルモンがその中に入ってます。で、豚肉以外にもスンデと言われる豚の腸詰めが入ったメニューがあります。テジクッパプを注文すると3分もしないぐらいで出てくるんですけど、お腹が空いた時とかにはすぐに食べられるので、それがめっちゃ嬉しいんですよね。スープは結構淡白であっさりしてます。なのでお店によって少し違いはあるんですけど、一緒に出てくる薬味のキムチとかニラ、それからエビの塩辛とかでお好みのテジクッパプを作って楽しむことができます。自分でいろいろな食べ方とか味付けができるのもすごく楽しいので、自分なりのテジクッパプを作ってぜひ釜山に行かれた時には食べてみてください。こんにちは、ワボイスボムカです。釜山名物八選、釜山に行ったらこれを食べよう。私が紹介するのはヘムルタンです。ヘムルタンとは海鮮鍋のことで、ヘムルが海鮮、タンが鍋という意味があります。コチュジャンなどをベースにした少し辛いスープにイカ、エビ、貝などたくさんの海鮮を入れて煮込んだ料理です。たくさんの海鮮を使って煮込まれたスープは海鮮の旨味が凝縮されていてとっても美味しいです。締めにラーメンやうどんなど好きな麺を入れて食べてみてください。特に釜山は海鮮物が多く、新鮮な海鮮を食べることができるので、釜山に来たら一度は食べてみてほしいです。そして今回おすすめするヨンサンナクチヘムルタンはサミョンからも近く、ビジュアルもかなりインパクトがあるので、釜山に来たらぜひ一度訪れてみてください。以上、ももかでした。バイバーイ。皆さんこんにちは、ワボイスオプサンのマリです。안녕하세요와보이소부산마리입니다。今回私が紹介したい부산グルメはヤンコプチャンです。ヤンコプチャンとは牛の内臓部分であるヤンミノとコプチャン、小腸を鍋で食べたり塩焼きにして野菜で巻いて食べる料理です。コプチャン、ホルモンは好き嫌いが分かりやすい食べ物かと思われますが、実際食べてみると臭みもなくプリプリとした食感で本当に美味しいです。私も釜山に行くたびに必ず食べる料理です。最近日本にもヤンコプチャンのお店が少しずつ増えてきたと聞きましたが、
南浦洞という釜山の観光地にはヤンコプチャンを販売しているお店がたくさん連なるヤンコプチャン通りが存在します。そのためぜひとも本場の釜山でヤンコプチャンを一度楽しんでいただけたら幸いです。ぜひぜひ一度挑戦してみてください。バイバーイ。土曜日夜8時はワボイソプサン見てね。バイバーイ。なんで詰まってんの。アンニョハセヨー、ワボイソプサンスタッフです。今回はプサングルメ特集ということで、プサンの夏のグルメミルミョンをご紹介させていただきます。私は個人的にこのプサンのミルミョンが大好きなんです。ミルミョンとはプサン式の冷麺のことなのですが、韓国の冷麺の麺は黒いイメージがありますよね。でもプサンのミルミョンは麺に小麦粉が入っているので白っぽくて、日本人にもとても親しみやすい味だなと思います。麺の太さやスープの味はお店によってそれぞれ違うのですが、私は漢方の風味がするスープのお店が好みです。ほんのり甘くて何とも言えない中毒性があるんですよね。ベースのスープは温かくして別で出してくれるので、いつも何杯も飲んじゃうんです。食べ方はまずはハサミでガツッと麺を縦に1回切って、短い麺が好きな方は十字に横にももう1回、その後スープを一口飲んでみて、お好みでお酢やからしを入れて味を調整します。暑い夏にシャリシャリの氷のミルミョンを食べると、プサンに来てよかったなぁと思っていただけると思うので、まだプサンに来たことがない方はぜひプサンでミルミョンを食べてみてください。ソウルでは食べられないプサンならではのグルメなので、皆さん、釜山にてお待ちしています。こんにちは、ワボイソプサンユウです。今回私が紹介したい釜山の料理は、ナッコプセという料理です。最近は日本でも食べられるお店が増えてきたので、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。ナッコプセのナは手長ナコ、コプはホルモン、セはエビの頭文字を取って付けられた名前です。2019年には孤独のグルメでも韓国プサンのナッコプセが紹介されていましたよね。ナッコプセがどんな料理かと言いますと、タコとホルモン、エビ、野菜、春雨をヤンニョムとともに鍋で煮て作るピリ辛の鍋料理です。海鮮が豊富に摂れるプサンだからこそ、本場で食べると辛さと海鮮のうまさが癖になります。そのままお酒のあてに食べてもいいし、白ご飯に混ぜ混ぜして食べるのも本当に美味しいですよ。釜山に来られたらぜひナッコプセ挑戦してみてください。こんにちは、ワボイソ현진입니다。반갑습니다。今日私が紹介する釜山のグルメは、냉채족발。족발の中でも냉채、野菜とか冷たい野菜ですね。野菜とかが入った和え物みたいなものなんですが、からしが効いて、これがまたとっても美味しいんですよ。お酒の友でもありながら、まあ、食事でも立派にこなせる、この냉채족발。釜山の代表족발豚足料理でもありますが、からしの効いたこの感じが何とも言いません。もうたまらんとですよ。鼻をこう、なんていうかな、もう抜いていくこのからしの感じ。からし好きにはたまらん。これを釜山に来たら、ぜひ豚足通りにある냉채족발頼んでみてください。いつも普段頼んでる족발とはまだ違いますよ。この鼻をすり抜ける感じ、皆さん味わえませんか。それじゃあ以上、ワボイソ현진でした。バイバイ。안녕하세요、ワボイソ釜山社長です。今回は釜山グルメ特集のおまとめ動画となります。釜山の美味しい食事がいろいろ出てきますので、動画を最後までしっかりチェックしてくださいませ。今回私の担当がムルフェイとなります。ムルは水、フェイは刺身、水の刺身。これだけ聞いては何のこっちゃって感じの料理ですけれども、冷たい液体を入れて、そしてご飯と野菜と刺身を堪能する料理となります。
刺身はさまざまな種類がありまして、私が最初に食べたのはタジャミ、カレイだったかな。そして、オレンジの液体をダダダダダって入れてですね、冷たく食べる料理となります。まあ、入れる液体は店によっていろいろ変わるようです。まあ、日本にはない料理なので新感覚、新刺激の料理になりますね。まあ、夏のプサンといえば、まあ、ミルミョンあり、ネンミョンあり、さまざまありますが、私としてはムルフェを一押ししたいと思っております。それではプサンの観光を楽しくお過ごしくださいませ。以上、ワーボイスプサンでした。じゃあねー。クドス、좋아요。